はい。じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第86回でございます。で、今回は、えーまあ、定期的にね、ちょっと喋らせていただいているこのチャンネルについてというのと、プラス質問に答えていく感じでいきます。で、これね、えっ、ー、と、さっき調べたら3ヶ月ぶりだったかな。2月の15ぐらいのダラダラジオで、前このチャンネルについてって話したんですけども、まあ、それをね、あの、ご覧いただいてない方もたくさんいらっしゃるので、あの、普段ね、このダラダラジオを全部見ていただいて、まあ、見てじゃないか、聞いていただいている方に関しては、 おろっと、また同じかと思われる方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、ちょっと定期的にこれはね、伝えたいなと思っているので、まあ、今回ね、これでしゃべらせてください。で、えっ、ー、と、まあ、テーマというか、サブテーマというかね、まあ、質問、答えるものが6個書いてあって、これ前回と重複するのもあるんですが、科目は、こんなおかしい、裏返った。科目は何があるのっていうのと、動画を探す方法は、そしてお金かかるんでしょって で、難しい問題やらないので、次が個人的にお願いできますかラストがツイキャスやってるんですかという感じでいきます。いいかなではね、えっ、ー、と、何かこう、ためになる話とかではないんですけども、まあね、お時間許すようだったらお付き合いください。では、まず一つ目、科目は何があるのということで、まあ、前回の3ヶ月前とはまたね、まあ、毎日毎日撮ってるんで状況変わってるんですが、えー、まず、小学生からいきますで。小学生は科目算数のみです。 で、学年は小学校3年生から6年生までの算数となっております。で、えー、と3年生、4年生に関してはちょっと歯抜けの部分があるので全部揃ってないんですけども、基本的には結構数がありますので、まあ、その4つの小3から小6までがあると思ってください。で、次が中学生です。で、ここが一番多いですね。で、中学生に関しては、まず、英語、まあ、全科目あるんですけど、一応5科目は全部あるんですが、英語、数学、理科。 で、社会ですね。これに関しては全部あります。3学年分。で、全部という表現は、基本的に、えっと、自分のチャンネルはですね、学校の教科書に沿った内容を取ってます。だから、ものすごい難問、まあ、右のね、難しい問題やらないのにもつながるんですけど、受験問題とか、すげえ難問とかはなかなかとか、ほとんどないです。それを取り上げてるのは。 基本的にはみんなが受ける中間テスト期末テストに役に立てるようにそして、えー、と一番はみんなが受けてる普段の学校での授業に、まあ、ついていけるようにというかそこをフォローするためにと思って取っているので、えー、教科書の内容に関しては英語理科数学そして社会は、えー、と歴史地理公民全部ですね、えー、それ3つは、えー、と全部取り終わっておりますで国語に関しては文 文法のみなんですけどもだから、えー、と文章の読解問題読む問題とかはないんですそれは前も話したように著作権が絡んでしまうのでちょっと手が出しにくいんですねただ文法、まあ、助動詞とか助詞とか敬語とかいろいろありますけどああいったものは全部取り終わってますので基本的には、えー、中学生に関しては5教科全部揃っておりますで、えー、と高校生ですねで高校生に関しては数学のみです でえー、と数学のまず数1は基本的に全部ありますちょ一応最後の章はちょっとないんですけども一基本的に学校でまあ習うものはありますで数 A は1章のみです最初のみで現在数2を取っていて1章が終わりましたで今2章複素数と、まあ、方程式かなそこが今撮影している段階となってます他はまだありませんこれが現在、えー、このチャンネルにある科目になっております 全部で、えっ、ー、と、取り直しも含めてしまうんですけど、まあ、全部含めると、ま、今、1600本ぐらいかな、の動画はあると思います。で、次ですね、動画を探す方法なんですが、これは、えっ、ー、と、前回喋ったことと変わります。で前回は、えっ、ー、と、携帯の方とパソコンの方分けて、えっ、ー、と、ここの YouTube の再生リストの説明をさせてもらいました。 で、もちろん、普段から YouTube に慣れてる方っていうのはそれでいいと思います。その再生リストを普段使ってくださってて、それでね、やりやすいと、見やすい、探しやすいって方はそれで構わないんですけども、えー、新しく見ていただいた方とか、えー、とちょっとね、YouTube に慣れてなくて、再生リストがちょっとよくわかんない、探しにくいんだよねと思われる方は、ぜひ、右下に書いてある 19CH、それ、塾チャンネルというんですが、読み方としては。それ、私のホームページになってます。 で、検索の時は10、えっと、19CH で検索してください。これ、19チャンネルをカタカナにすると、なかなかヒットしなくなります、今。はい。なので、19CH と検索していただくと、おそらく上から5番目以内には出てくるかなと思います。パソコンでも携帯でも。まあ、ちょっと状況によってわからないんですが、結構上の方にはヒットすると思いますので、そこに、あの、とある男が、えっとね、19CH、熟チャンネルって書いてあるのが自分のホームページです。 で、そこをクリックしていただくと、えっ、ー、と、全部学年、あの、小3とか、高校生とか、中3とか、クリックする場所に分かれているので、そこをクリックする。そうすると、学年、えっ、ー、と、科目がいっぱいあれば、科目がこう検索できるようになってますので、そこを開くと、一覧で出てきます、一気に。だから、そこが多分一番探しやすいです。で、なおかつ、その、えっ、ー、と、19チャンネル、自分のホームページでは、 自分の動画を再生した時の最初の状態、つまり何も説明してない問題だけが載ってる状態をプリントアウトすることができます。で、これは、まあ、プリンターがあることが必須になってしまうので、すべての方にね、あの、使ってもらえるサービスではないんですけども、あの、それをプリントアウトして使ってくださっている方も今結構いらっしゃるので、もしよかったらね、その 19CH、塾チャンネルの方のチェックもよろしくお願いいたします。で、次。が、お金か,かるんでしょう。これね、<laughs> これ最近めっちゃ言われるんですよこれなんでだろうね今まであんま言われなかったんですけどまあ、おそらく新しく見てくださってる方とあとあのね友達に 19CH の塾チャンネルの方を先に聞いてそっから来てくださった方とかに多分言われるんですけどあのねこう見るのにお金かかるとか登録が必要なんでしょって言われるんですが、えー、お金は一切かかりませんあのその塾チャンネルの例えばプリントアウトをしたら1回いくらかかるとかそういうのはないので はい、あの全て無料で使っていただけるサービスになっておりますのでその点は安心していただけると嬉しいです。ままたえ登録も1つもつありませんのでそこもよろししくお願いいいたしますはい、で次が「難しい問題はやらないの」ということでまあこれはね今年受験生特に中学校3年生の方からね言われまあ去年もすごく言われましたけど多かったんですが。 えっと、おととしかなの時はですねあれなんです、えっと、受験対策動画っていうのをやったんですちょっと難しめの問題を取り上げるっていうのをやったんですが、えー、基本的にですね気持ちとしてはやりたいんです今すぐにでも増やしていきたいという気持ちはあるんだけどだけど、えー、さっきも言ったように基本的には大事にしたいのは学校の授業についていくこと学、ね、その学校の授業のフォローをする で,学校の授業で、学校の中間期末テストまあ中間期末講座のねのこうなんだろう役に立ちたいという思いがあるので基礎固めが一応メインなんです自分の気持ちとしては。でもし取るものが全部終わっていればそっちに行くこともできるんだけど今その高校生の数2で今数 B とかね数円の残りを取ってくださいっていう方もたくさんいらっしゃるしであとは物理とかね英語って話もあるんですけど。 この取らなきゃいけないその基礎の方取り終わってないものが多いのでちょっと今すぐにはっていうのはちょっと難しい段階にはありますただ今はまだこう5月の頭なので今年の受験の時にはもうちょっと数を増やしたいなとは思ってますそのために契約を一応、まあえっと、今今って言っちゃった今からね契約を立てているのでもうちょ,ちょっと今すぐは無理なんだけどな無理なんだけど夏休みがま終わるぐらいには ちょっとずつ増やせていけたらなとは思ってます。はい、あのー、そうね、受験対策も動画に関しては、準備がすごい時間かかってしまうので、そうなかなかね、ちょっと今、手が回らないんですけど、あの今、自分がやらせてもらってる、あの、勉強サプリの撮影、まあね、先生やらせてもらってるんですけど、そこの動画が、もうちょっとでね、撮影が終わるので、それが終われば、余計にね、そっちの、まあ、こっちのね、このチャンネルの内容を充実させるところに時間が使えるかなとも思ってるので、 今すぐは無理なんだけど、まあ、少しお待ちいただけたらなと思ってます。はい、ちょっと約束はできないんですけどね。まあ,あのできる数を増やせるようには頑張ります。 で次のその個人的にお願いできますかっていうのはこれどういうことかっていうと、これですねあの特に親御さんからいただくんですが、個人的に、えー、と家庭教師をしていただきたいとか、で自分あの住んでるのが群馬県でも公表してるのであの、群馬なんですけどとか、隣の埼玉なんですけどとか、あの家庭教師してくれませんかとか、あとはああのあれですツイッター、Twitter、じゃない、ツイキャスじゃない、えっ、ー、となんだっけな、あれっす、えー、っと、おっと出てこないあ、スカイプだ。 あのスカイプでオンライン授業とかやってくれないですかっていうお願いをね結構いただくんですけどもあの大変申し訳ないんですがそれは全て今お断りさせていただいてますはいあの昔はですねちょっと受けたこともあったんですけどすごい初期の頃はあの今はもうこのチャンネルのこととあのを、ね、メインでやりたいと思ってるのであとはすごい数が多いんですいただくそのお話いただく数が多いのでちょっとす申し訳ないんですが全件お断りさせていただいております で、最後だね。最後、ツイキャスやってるんですかということで、これ、まあ、前もね、あの、話しましたけど、ツイキャス、一応、毎週と言いたいんだけど、毎週じゃないんだけどね、本当とは。で、土日のどっちかでは、毎週できるようにやっております。で、えっと、ツイキャスがね、こう、身近に、あの、なんだ、ツイキャス見たことありますとか、まあ、もしかしてツイキャスやったことあります。キャスをやったことありますって方もいらっしゃるかもしれないんですが、簡単にツイキャスって何って思われる方もいらっしゃると思うので、 えツイキャスっていうのは顔を出してこう、まあ、ビデオ撮影か、えっと、顔は出せないでラジオだけ声だけのパターン両方選べるんですけどもえっとオンラインで例えば今から自分がツイキャスやりますって言ってこうツイキャス始まりました来てくださいって言ってそこに来ていただくとその生で自分とそこでこう話が話ができるというかみんな皆さんが書いていただいたコメントを自分が読んで相談に答えるとか本当あの なんだろうな、その同じ瞬間で時間を共有できるみたいなサービスがあるんですね。で、もちろん登録もなくて無料で使うことができるんですけども、それを一応毎週1回、で、予定が入った時はね、できないんですが、毎週1回やるようにしていまして、で、それが大体土日のどちらかの夜、大体土曜の夜のの多いですけど、に1時間から1時間半、もう多い時は2時間とかもやるんですけど、来ていただいた方の、まあ、ほ雑談とかも全然ありますし、相談とか、 まあ本当にいろんな話を皆さんとさせてもらうという時間を作らせていただいております。なので、えっ、ー、と、ちょっとね、新しいことで不安だと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、あの、自分のツイッターの方を、もしあのフォローしていただけると、ツイキャス今からやりますとか、えっ、ー、と、いついつに追加すやりますっていう告知もちゃんとしてるように、あしてますので、ツイッターの方からね、情報を得ていただけると入りやすいかなとは思います。あの、これは全然強制ではないですし、 身になる話があるかって言ったらなかったりするんですけど、まあ、もしねあのちょっと行ってみようかななんて思う方がいれば是非遊びに来てくださいではこれで一応質問と、まあ、このチャンネルについての説明は以上となりますで下にはね書かせていただきましたが、えー、問い合わせ先それから自分の Yahoo メールです、えー、相談やえっ、ー、と、まあ、まあ前も言ったけど、まあ、仕事関係のねこう依頼とかもここに結構多いのでまあそう何でもいいんで直に自分に連絡を取りたい時はそこにメールを送ってください で、えっと、ツイッターに関してはそこに書いてあるやつですね。アットハイチ。で、ハイチの地は CHI です。で、アンダーバーと R ですね。それがツイッターアカウントとなっております。はい。えっと、駆け抜けるように喋ってきましたが、あの、まあね、定期的に、まあ、このチャンネルについては説明していこうと思ってますので、まあ、次回はきっと3ヶ月後ぐらいでしょう。8月の、まあ、半ばぐらいになるのかなわかんないけど。で、その頃にはね、その受験対策動画とかもちょっと撮れるようになってたらと。 思っております、まあこの先どうなるかはねまだ自分自身もよくわからないですしまあどうなっていくかまだまだこう未確定要素が多いとこでありますけども一生懸命あの動画撮っていきますんで今後もどうぞよろしくお願いいたしますでは今回はハイチのダラダラジオ第86回テーマこのチャンネルについてプラス質問という感じでね喋らせていただき寛大を最後に喋らせていただきました、えー、今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました で、次回、まだね、テーマ決まっておりませんが、またね、来週の日曜日にアップしますので、もしよかったら、そっちの方も聞いてみてください。もじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。